第2回京都競馬のため第3競争関西混合未勝利戦ダート 1500m スタートは代表です。2ホーラーのポケットオープン戦がスタートしてスタートしてスタート地点です。1番人気は3番の名勝シェイクで 1.7 倍、2番人気が1番の宝生アビルで 4.1 倍、生まれんねも 1.1 番3番が 2.1 倍と圧倒的な1番人気を集めました。11番の揚げ師を迎えます。最後に北山エンペラー今スタートです。揃っています。フォーラッシュ北山エンペラー切りました。内からは宝生アビルも先行していきますけれども、まずは名勝シェイクが出ていきました。1番人気の名勝シェイクが早くも先頭を取っていきました。アルゼーヌシティが2番手に続いて、王将ベリは3番手の後位につけました。内を通っています。ササンゲンペラー中を通ってはコスモエコロジーが行って、その後ろですがエイシングオーマンが行って、中からはバンブーである外を通るのが津田のオーバーカム、さらには内を通りますよハリケーンフリーゲートが行って、中を通ったアゲシオが上がっていきました。そして後ろの方ですが、後ろ3頭は天使のザールが行って、タグロッキー、シンガニがパイオニアシー、第4コーナー中間です。3番の名勝シェイク、1番人気飯田裕二、先頭リードの方は1馬身半ぐらい、13番の北山エンペラーが2番手、内から宝生アビルが絶好位で3番手、4番手上がってきたグリーンの帽子が上がってきた、これがコスモエコロジーが上がってくる、コスモエコロジーが上がってくる、さらに外から上がっていこうとしているのがバンブーである、400を通過して4コーナーから直線です。名勝シェイク先頭、外へ持ち出してきた北山エンペラー、内を持ってきた1番、宝生アビルが上がってきた、宝生アビルが無駄に上がってきているが200を通過して、先頭は引き離した、名勝シェイクが突き放していく、内の方からは1番の宝生アビルが追ってくるが差が縮まらない、3番手には13番北山エンペラー体勢消した、先頭名勝シェイク1着、2着宝生アビル、3着が北山エンペラー、1番人気、2番人気、そして4番人気、ほぼ人気通りの決着になりました。北山名勝シェイク今日は逃げ切りました。飯田裕二、前走は同じダートの 1400m ダート戦不良馬場で2着だったんですが、今日はきっちりと勝ち上がりました。3番の名勝シェイク、そして2番人気でした宝生アビルが2着、そして3番手には3番の北山エンペラー 4番人気、1分24秒9、ゴールまでの 800m は49秒7、600m は37秒1、重馬場1分24秒9と上がっています。最後は1番の宝生アビル2着に2馬身から3馬身のリードをつけていました。ほぼ人気通りになりました。馬単3番1番 3.5 倍、馬連1番3番 2.1 倍、 3着が13番、3連複も人気通り、1番3番13番 4.7 倍、3連単3番1番13番 11.4 倍、人気通りに収まった京都サンレースでした。